役所広司です。こんにちは。なんだかこれはもうすごい黒澤明さんの赤ひげレッドビエードですけど、生きる、あ、これは日本語になったんですね。生きる腹切り、日本タイトルは切腹ってやつですね。これは日本語タイトルはお葬式。日本映画の傑作9話僕出てます。好きですよね。日本語だと町の日と言います。この監督と最近仕事しました。パーフェクトデイズという映画です。まあ初めてこの監督を知ったのはこのパリ・テキサスという映画でした。